ジュロン島、ジュロン島は、シンガポール南西部にある人工島、ジュロン工業団地の沖合にあった島々を、埋め立てによってつなげ、一つの島にしたものである。埋め立て工事は1990年代に開始されて2009年に、観光し、面積は約32平方キロメートルまで拡張された。シンガポール本島を除けば、同国最大の島である。本島とは、 全長2 3トルの土手道によって結ばれている。島は石油化学工業基地であるため、テロリズムを警戒して厳重な保安体制が敷かれており、アクセスには許可が必要である。ジュロン島の元となったのは7つの島、プーラウエイヤーチャワン、プーラウエイヤーメルバウ、プーラウマーラムオ、プーラウペセック、プーラウペセックケシル、プーラウソクラ、プーラウセラヤである。 1960年代まで、これらの島々は、漁村地帯であり、住人たちが、マレーの伝統的な木造家屋で暮らしていた。対岸のジュロン工業団地の開発が進んだ1960年代後半から1970年代前半に、かけて、三つの大きな石油企業がこれらの島々に、進出する計画を立てた。すなわち、エッソが、プーラウェイやワンに、 シンガポールリファインリーカンパニーがプーラウマーラムオに、エクソンモービルがプーラウペセックにそれぞれ石油生成工場を建設するというものである。シンガポール政府はこれを機会として経済成長のための戦略として石油化学工業を振興するという選択を行った。そして1970年代の経済成長によってこの選択の成功が証明されることとなった。 1980年代、シンガポールの急速な産業化に伴い、シンガポール本島では工場用地が不足するようになった。このため、ジュロンの南方に浮かぶ島々を埋め立てでつなげ一つの巨大な人工島を造成し、それまであったものも含めて、さらに工業を集積した島とする計画が浮上した。1991年には、ジュロン地区を開発した旧ジュロンタウン公社が、 ジュロン島建設プロジェクトのエージェント指定された。JTC コーポレーションは工業用地建設に際し、様々な政府当局と共に計画を立案していった。島の本格的な埋め立ては1995年に開始された。2000年10月14日、豪直トン首相臨席の下、島は公式に開設された。島の観光は2009年9月24日である。 ジュロン島は従来あった7つの島の合計面積9.91平方キロメートルから30平方キロメートル以上に拡大された。主要な工事受け負い人は日本の御用建設であり、当初20年が予定されていた埋め立て計画よりも早く完成に至った。ジュロン島には多くの石油化学企業が拠点を置いており、迷路のように張り巡らされたパイプラインと その中央に鎮座する巨大な円筒のタンク群からなるクラスターが点在する。主要な企業としては、バスフ、BEP、セラニーズ、エクソンモービル、デューポン、三井科学、シェブロン、ロイヤルダッチシェル、スミトモ科学などがある。2010年には、80以上の企業が240億、シンガポールドルもの資金を投下した。島にある企業は、 石油を原料として幅広い工業製品を生産している。石油から作られるポリカーボネートは CD や DVD、液晶テレビのパネルの原料となる。また、高吸収性ポリマーはおむつや生理用品に利用される。エクソンモービル社は石油生成や接触分解のプラントに40億シンガポールドルを投資し、産業用及び自動車用、海一の レーシングカーの用途も含むの潤滑剤を生産している。デュポン社は10億シンガポールドルを投資し、自動車部品、電気器具、電線絶縁体、スポーツ用品から家庭用インテリアに至るまで、多用途に使われるブランドの合成樹脂、ナイロンを生産している。石油、ガス、石油化学をも含めた、化学部門の生産額は2005年には6650億。 シンガポールドルに達した2004年度比31%増。この生産額はシンガポールの製造セクターの生産額の32%に達する。価格クラスターによってシンガポールは石油が埋蔵されていないにもかかわらず世界で3本の指に入る石油生成の中心になっている。ジュロン島の石油生量は1日あたり130万バレルに達し、 原油から分離したガソリン、灯油、ジェット燃料を国内外に販売している。接触分解プラントはナフサのような複製生物を分子レベルに分解し、プリンターのトナー、プラスチックの射出成形、半導体、飛行機用の素材といった様々な特性のある製品を生産している。輸入原油とは別に天然ガスがインドネシアの西ナツナ諸島沖合ガス電。 南シナ海から 640km の海底のパイプラインを通して運ばれている。その一部は安価で大気汚染が少ない燃料に生成され、残りは接触分解プラントに供給されて石油化学製品に生まれ変わっている。2002年にはシンガポール発の圧縮天然ガス CNG ステーションが島に開設された。シンガポールには CNG で走る自動車が340台。 異常あるが、その大部分は、セキュリティの関係で、ジュロン島に張ることができない。シンガポール本島には2009年9月までに4カ所の CNG ステーションが開かれた。ジュロン島内の警備は、非常に厳重であることで知られる。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件以来、ジュロン島は、保安地区、プリテクテッドプレイスに指定されている。 島へのアクセス管理は民間警備会社が契約によって行っているが、シンガポール軍も島の保安に協力している。島にアクセスできるのは独自のセキュリティパスを発行されたスタッフとビジターに限られる。この他にも保安上の理由から様々な制約、遵守事項があり、島内に入る際にはカメラなどの撮影機器を持っているかを申告しなければならない。 島内では、許可なく、写真やビデオを撮ることは認められておらず、その場合は、データの削除か警察に引き渡されることになる。違反が発覚した場合にパスは没収され、以後違反者が島に入ることは許可されない。さらに PC などの機器類も持ち込みについても、入港する地区によって、ゲートにて登録する必要がある。また車で地区に入場する場合も、 島の入り口でパスを見せて、指紋認証をしてから、トランク内の検査を受けてから入港する必要がある。さらに特定の地区で、通行許可証をゲートで見せたり、駐車許可証をダッシュボードの外から見える位置に掲示しておくなど、厳しい手順を踏む必要がある。なお、校内のハイウェイの制限速度は、時速70キロメートルである。本島とは、ジュロン島高速道路。 ジュロングアイランドハイウェイと呼ばれる一本の土手道、全長 2.3km、1999年3月開通によって結ばれている。いくつかの公共バス路線が本島とジュロン島とを結んでいる。ジュロン島には2つの消防署がある。オアシスソクラという名を持つアメニティセンターが1つあり、ここにはフードコートや診療所、無料の立体駐車場がある。 1982年から創業しているセラヤパワーステーションはシンガポールで初めて本島以外に建設された発電所であり埋め立て前のプーラウセラヤに建設された。島内に張り巡らされているパイプラインのネットワークは企業間で途切れることのない一体化を可能にしている。例えばテ人は財布社が生産した塩素を三井化学からはビスフェノール A を いずれもパイプラインで受け取ることができる。赤いパイプは水を消防に運ぶものであり、緑色のパイプは冷却のために海水を運ぶものである。銀色の太いパイプラインは蒸気を運び、銀色の細いパイプラインは生産物を運んでいる。シンガポールでは動物用のワクチンや動物用の食品、化粧品のような消費者向けケアアイテムや産業用の酵素といった 医用性対抗学部門といった高負荷価値の製品を生産し始めている。こうしたバリューチェーン戦略のためにシンガポール科学技術研究庁の研究機関インスティチュート・オブ・ケミカル・アンド・エンジニアリング・サイエンスがジュロン島に開設されている。原油やナフサ、コンデンセートなどを貯蔵するために地下を掘削して貯蔵施設を建設するジュロング・ロック・キャバーンズは2007年2月に 工事が開始された。シンガポール発の試みであり、JTC コーポレーションが政府の許可を受けて工事を進めている。バニアン・バシンの海底のもとに建設される JRC は2013年完成予定である。320万立方メートルの貯蔵能力を持つとされており、第1段階でまず147万立方メートルの貯蔵能力を施設を作るとしている。また、 ジュロン島の生誕とジュロン工業団地のギルロードを結ぶ第二の土手道も計画されている。英語版で用いられたものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。